11月から海外で仕事することになりましたですが1年ぐらい付き合っています彼女は4つ上で人柄も良く男気もあり会社など事業でも成功していますすごいいいじゃないですか性格もバッちリ合います私は24歳でこれから仕事も頑張っていきたいと思いますし人として成長したいと思っていますもし彼女とすれ違うことがあったら別れを選択して自分のことに集中しますかもうそれとも環境を続けるように努力しますか教えてください えーとまあ、海外で仕事にすることになったから、まあ、その彼女と,、えー、と遠距離恋愛になるっていうことなんですかね、はい、遠距離恋愛になるってことだと思うんですけどえ僕はです、ねえーとまあ、彼女と一緒に関係を維持しつつ自分の仕事も頑張ります、まあ、いわゆるこう両立させますね難しいかもしれないんですけどただ、どっちに比重を置けっていうんだったら僕は正直自分のことに集中しますね。はい まあ正直遠距離恋愛ってやっぱなかなか難しいのとまあ、結局男女の恋愛で相手がすごい人の場合まあこれって女性が男性に対してもそうなんですけど相手がすごいなんか経済的にもしっかりしてても、まあ、自立してるまあいわゆるこう経済人と付き合う時って、えー、自分も同じようなステータスになったと錯覚するんですよ例えば女の子で言うとなんかどっかの会社で一上場企業の社長と付き合ったら私も上場企業の社長の なんかねその感情としてすごい暗い上がったなみたいな感じで、えー、振る舞いだったりとか食べるものとか身につけるものとか結構変わったりする女の子がいるんですけどその人と別れたらそれって終わりなんですよつまり自分に何に,も何にも残ってないんですよもう依存してるだけなんですよ相手に依存してるだけなんですよステータスを、はい、なんで、えー、と結局なんかねあのー。 結局自分の価値を決めるっていうのは、えー、交際してる相手じゃなくて自分自身なんですよ自、ね、自分自身のステータスを上げないといくら経っても、えー、結局相手に依存しますで相手に依存するってことは、えー、不確定要素が多いです、えー、例えば相手に好きな人ができたらもうそこで終わっちゃうし、はいえー、と相手にじゃあ例えば何かがあって、えーとまあ、そもそも付き合うことが物理的に難しくなったらそこで終わっちゃうし。はい 僕はすごいリスクが高いと思いますけどね、はい、1回しかない人生なんで、もちろんね、恋愛っていうのは、えー、オブラートに包んで、ロマンティックに包んで、えー、となだろう、こうそれ男女の利害を包むのが恋愛なんで、はいまあ、そんなことを現実的に言うのもどうかと思うんですけど、本当にもう、あれですよ、もう1回言うと、恋愛っていうのは、男女の利害を包み込んだ幻想なんで、はい、幻想です、はい。よく言うじゃないですか、なんか外見気にしないとか。 いうやつもう外そういうやつに限って外見気にしてますからね、えー、かっこいいやつとき合ったりとか、かわいいこと付き合ったりしてるんで、えー、結局のところ、自分にとって利益があるかどうか、ないかを、をえー、その男女の利害をオブラートに包んでるだけ,だだけなのが、恋愛なんですよ。はいえー、幻想ですよ、はいまあ、そういう冷めたことを言ってるから、僕は結婚できないのかもしれないんで、僕の意見なんて、そもそも当てにすることが間違ってるし。 僕に聞くのが間違ってると思います。はい。だから僕、結婚してないんで、しかできないんで。はい。